ハイリゲンシュタット・イン・オーバー・フランケンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区のバンベルク軍に属する市場長。観光促進のために、古い学校を現在の市庁舎に改築したり、歴史的マルクと広場を復元したり、その広場を復活祭の時期には復活祭の泉で飾ったりといった活動を行っている。他にも古い公共建造物を、 市民の住宅に改装もしている。また、記念保護家屋の街並みやその歴史的に興味深い、教会が存在し、日帰り旅行の目的地としてもよく知られている場所である。特に、復活祭の時期には、フレンキシェ・シュバイツの復活祭の泉を目当てにした、多くの行楽客がこの街を訪れる。集落の配置寿司上長ハイリゲンシタットは、バンベルク郡の南東角に位置する。 24の小地区がラインライター側の渓谷に沿ってフランケンジュラ山地の山腹に点在する。ファイルブロン地区は標高329メートルに位置している。町内の最高地点はゾッゲンドルフ地区の背後にあるアルテンベルク山で標高583メートルである。フォルクマンスロイトからトイハッツまでの丘陵地はランゲンマイレと呼ばれる。リンダハ地区の近くには ジュラ山地北部のザイゲルシュタインがある。ラインライター側東岸の集落はアウフゼス地区と呼ばれる。ハイリゲンシュタットはフレンキシェ・シュバイツフェルデンシュタインの森自然公園ラインライター渓谷の中で最も重要な町である。ハイリゲンシュタットは公式には25の集落からなる小規模中心都市である。 面積は77平方キロメートル、バンベルク郡で3番目に広い市町村である。総人口は約3700人である。前市時代の出土品から、この市場町の地域の少なくとも一部は、数千年前にはすでに人が住んでいたことが明らかとなっている。しかし、紀元500年頃の第一次民族移動の時代に、入植地は離散してしまった。 初めて文献上に名を表すのはずっと後になってである。この町に属す集落はおよそ1000年前に形成された。ハイリゲンシュタットの集落はバンベルク市教領が創設された時にはすでに存在していたのである。ラインライター渓谷はシュトライトベルク騎士領に属した。1525年のドイツ農民戦争で反乱を起こした農民たちが城に甚大な被害を与えた。 1541年、ハイリゲンシュタットは神聖ローマ皇帝カール5世から市場特権を授かった。1580年、ハイリゲンシュタット及びウンターラインライターに宗教改革が起こった。1690年、バンベルクの司教、両シュマルクバルトゼバスティアンシェンクフォンシュタウフェンベルクはグライフェンシュタイン及びブロックグループの騎士領を ハイリゲンシュタットの領主権と共に獲得した。シュタウフェンベルク博シェンクは、現在のグライフェンシュタイン町やブルクグループ上領に住んだ。この市場町の北部地域は、かつてのバンベルクのアムトに由来する。この地域では、宗教改革は勢いを持たなかった。1803年の帝国代表社会議主要決議で、これらの集落はバイエルン領に編入された。 1971年の自治体再編時に、ブルン、ブルクグループ、ホーエンペルツ、オーバーラインライター、ジークリッツ、シュトヒト、トラインドルーフ及び、速ンドルーフが、市場町ハイリゲンシュタットに合併し、現在の自治体が形成された。初期の表記ハルデンシュタットハイリゲンシュタットの名前は、ハイリグという言葉とは関係がない。この名前は、 時が経つにつれ名前が変わってしまった例である。1365年にこの集落は、ハルデンシュタット、すなわち、山腹の町として、初めて言及されている。また、1840年、ラインライター川沿いの山歩きルートの報告で、ゴッドリープツインマーマンは次のように書いている。ルター派のハルシュタットとは、バンベルクに隣接する、ハルシュタットと区別するために、 主にカトリック信者が呼んだ名称である。ルター派のセイファイトミハエル教会、セイファイトミハエル教会の天井が主上長ハイリゲンシュタットはバンベルク大市教区の中のカトリックとプロテスタントが交錯する場所にある。ライディングスホーフ地区にはカトリック信者は一人もおらず、ティーフェンペルス教区にはプロテスタント住民は誰もいない。市場町の中心付近はプロテスタント、 信仰地域はカトリックが多い。ハイリゲンシュタットを取り巻く集落は、プロテスタント系キリスト教徒が多数を占める。結局、総じてみると、信者の割合はほぼ50、50である。1430年頃にはすでに、周辺地域には、ユダヤ人が住み、農民相手に商売を行っていた。しかし、ハイリゲンシュタットには、おそらくこの時点では、 ユダヤ人はいなかったと推測されている。1605年にはわずか3家族のユダヤ人がハイリゲンシュタットに住んでいた。1617年には7家族の存在が証明されている。1758年のハイリゲンシュタットのクナプ、牧師の名簿によると、この年、彼の教区には計6 2 7人の住民がおり、そのうち239人がカトリック信者、 58人がユダヤ教徒であった。1692年にシェヒーターの屠殺規則が発令された。1734年、ユダヤ人会はシナゴーグ内での音楽付きテキストを公式に許可した。ユダヤ人の詳細がネタミの対象とされるのは珍しいことではない。1699年、シェスリッツ地区の農民たちがユダヤ人に対して暴動を起こした。 これは、たちまち、ハイリゲンシュタットにも飛び火した。被害に遭うのが、ユダヤ人だけだとわかると、人々はボートへの抵抗をやめた。それどころか、ユダヤ人迫害に加わった者もいた。1716年に、プレッツフェルットで、キリスト教徒の少女が殺害されたという噂が、ハイリゲンシュタットにもたらされると、ユダヤ人会は領主に保護を懇願した。 曖昧な噂に起因する報復をユダヤ人たちが恐れたためである。ユダヤ時代の最後の名残は1六百八年にはすでに設けられていたクーリヒさんのユダヤ人墓地である。この墓地での最後の埋葬は1九百年頃に行われた。この市場長の紋章は銀の雲の上に黄金の翼、赤のマントに青い服、頭頂部に赤い鳥の羽がついた黄金の兜を身に、 つけた大天使ミカエルが立っている。右手に青い炎の剣、左手に緑のオリーブの枝を持っている。1971年の市町村再編に伴って、ブルン、ブルクグループ、ホーエンペルツ、オーバーラインライター、ジークリッツ、シュトヒト、トラインドルフ、続言ドルフが市場長ハイリゲンシュタットに合併した。この新しい自治体は、1819年から、 文章局に届けられている、市場長ハイリゲンシュタットの文章を引き継いだ。大天使ミカエルは、聖ファイトと共に、プロテスタントの聖ファイトミカイル教会の守護聖人になっている。ハイリゲンシュタットが、周辺地域の工業地域に組み込まれたことは、小規模な主工業者や若者たちを呼び寄せる誘引となった。大きな発展は1970年代の市長ダウム ハイリゲンシュタットを労働者にとって魅力的な街にするという施策によってもたらされた。この目的のために働き場所や商業地域が創生された。州からの資金も得られ、街の中心部の改装もなされた。サイクリングロードとして利用されているかつての鉄道後1915年から1968年まで、ハイリゲンシュタットはエーバーマンシュタット経由でフォルヒハイムまでを結ぶ。 鉄道の終着駅であった。この鉄道建設のために、ハイリゲンシュタットは、積極的な請岸活動を行った。必要性の論拠としては、オーバーラインライターでのケンブの採石、ケーニヒスフェルトの鉄鉱石採掘、シュタウフェンベルク及びその周辺の森林の木材、穀物や、家畜の運搬、増加するフレンキシェシュバイズへの降落客輸送、などが挙げられた。 鉄道建設に伴う沿線自治体の経済的負担は大きかった。鉄道はその用地と建設用道路を自治体に要求したのだった。しかし、これには沿線から離れた自治体からも援助がなされた。彼らはこの鉄道がいずれはホルフェルとかシェスリッツまで延長されるという期待を抱いていたからである。だが、ガッセルドルファーでは住民が 土地の譲渡に応じず、強制的執行を行わなければならなかった。1913年6月、建設工事が開始された。11万7000メートルの土が運ばれ、11の橋が架けられ、ラインライター側は5箇所でその流れを変えられた。1915年にプロジェクトはその目的を達した。1915年10月4日、 ローカル鉄道エヴバーマンしたと入り減したと1000は運行を開始した。しかし晴れやかな状態は長続きしなかった。早くも1960年6月には旅客輸送が廃止され、1968年には貨物輸送も停止されてしまった。ありがとうございます。